西海岸奇襲攻撃部隊はキロに着いたが、ハワイ近郊で第二次ハワイ奇襲攻撃を敢行したパナマ運河奇襲攻撃隊と合流後に大編隊にて攻撃を加えた。艦爆、艦攻、戦闘機の総計500機で、残存船舶、艦船、ドッグ等の軍事施設、燃料タンク、残存航空機などを破壊する目的で、日本からの攻略部隊、上陸部隊のために徹底破壊を実施した。後の戦艦部隊との合流を図り、戦艦等の真珠湾内に侵入成功させる。